どうもコミです。さて本日はですね、こちら TH コンプリータさんから動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、テーマはですね、ディガホブになります。で、出所は JWC のアタックからになるんですが、JWC ってね、ご存知ない方のためにちょっと補足しておくと、日本のですね、そのタンホール13なら13、12なら12のトップクラン、だいたい2、30クランぐらいだと思うんですけども、が集まって、リーグ戦をしていくんですね。で、タンホール13においては今 J1、J2、J3 と分かれていて、この TH コンプリータさん J2 にいるんですが、あと残り1戦残す状態で全勝ですね。この圧倒的な強さ、間違いなくもう J1 には上がっていくと思うので、日本のタウンホール13のある種ベンチマークになってくるクランさんだと思います。もうロジックドネーターさんとかですね、もうそのなんて言うんでしょうね、日本の中の有名なレベル高いクランをもう軒並みなぎ倒して全勝でここまで来てるっていうね。まあ、非常に今注目のクランだと思うんで、皆さんですね、ぜひ、興味ある方は門を叩いてみてもいいかなというふうに思いますが、さあ、動画見ていきましょうか。合計3本見ていきたいと思います。1、2本目がですね、クヒディガホグの、こんな風にですね、プランニングしたらいいですよっていう、結構ね、少しレベル高めのお話をしていきます。ただし、それだけだとちょっとですね、難しく見えすぎちゃうんで、まあ、クヒディガホグの基本もですね、ちょっとお話をして、最後終わるという形で3本立てにしたいと思ってますので、お付き合いいただければと思います。でですね、まず1本目はこのミダゴグさんのアタックですね、リーダーさんになります、TH コンプリーターさんのですね、どんなアタックかっていうと、クヒ6時からスタートして、この透析機があります、8時方面にこう入れていきます。そこから一回出して壁の中にこう入れていって、イーグル方方面に歩かせると。で、ディガーとホグライダーもですね、これ8時9時方面から入っていって、このイーグル方のところら辺で、クイヒーに合流するという形を取っていきます。ちなみに外周部に関してはバーバリアンキングを使って削っていって、アーチャークイーンとバーバリアンキングでディガホグをサンドイッチする、この3層構造の攻めを組み立てていってますね。で、このクイヒーディガホグってですね、この3層構造が基本になるし、それをいかに忠実に作れるかっていうのがめちゃくちゃ大事な要素になってきます。で、これから見てもらう3本のリプレイ全部それができているので、最後ちょっと1本できてなかったんですけども、ですね、そこら辺にも注目してもらえたらと思います。さあ、しっかりとウォールブレイカーもですね、この投石機、大砲、アーチャーとのダメージがクイーンにいたところを見て開けていきますね。小爆弾がないこともこれ秘書権なんで分かっているというところで、しっかりと、アーチャークイーンがこの投石機まで狙っていくという格好を作っていきます。で、ボムタワーですね。今これ、タンホール13のボムタワーって、爆破ダメージで440ダメージ与える結構のですね、まあ嫌なその範囲ダメージ施設になっちゃってるので、クイヒーパートで折れるものは折っていくっていうのは非常に素晴らしい判断というかですね、綺麗にそのディガホグを回していく大きな要因になってますね。で、こうすることによって、しっかりこれ3層構造が出来上がってるのわかると思います。これアーチャークイーンがいて、ディガホグがいて、キングがいると。いうことですね。タンホールに関してはこれ突撃艦を当てていきます。で、これでイエティが中入ってるんで、これを潰していくと、まあ、これもですね、こういう回路チックな配置を取る場合には定石になりますんでね、このためだけにジャンプを使うとかいうことをするよりも、もう投石機、突撃艦の中にしっかりとですね、EAT を入れてこういう風に取っていくと。そうすることによって、もう外周をぐるっと回せるようなルートが簡単に作れちゃうので、あとはさっき作った3層構造、クイヒーディガホグ、バーバリアンキングというこのですね、3つのユニットのサンドイッチで、しっかり最後まで回し切っていくという格好になりますね。で、クイーンが、今これディガホグパートと合流したところで、ヒーラーがですね、あっちゃこっちゃ回復してるの分かりますかね、これ。これも結構重要なんですね。ディガを回復したり、ロイヤルチャンピオンを回復したり、まあ、クイーンに戻ったり、いろいろやってくれてますよね。で、こうすることによって、ヒーラーの回復が常にダメージ食ってるユニットに入るっていう、まあ、無駄がない、まあ、そのヒーローの運用につながるので、この3層構造を作る理由っていうのはもう一個そこにもあります。クイーンだけにしちゃうとですね、まあ、こういう風な、そのヒーラーの回復量がちょっと、無駄になっちゃうシーンが出てくるっていうことだったり、あとは、そのディガホグパートに、そのクイーンが近ければ、仮にアーチャークイーンが、まあ、クイヒが落っこってしまってやられてしまっても、ディガホグにヒーラーがスイッチできるんですけど、それあんまりにも離れていると、スイッチするヒーラーが、ディガホグパートのところにこう合流するまでに全部の軒並みやられちゃうんですね。で、そうなっちゃうと、もう本当に攻めが破綻するので、なるべくですね、今言ったクイヒーパート、ディガホグパート、キングというこの3層構造を崩さないようにして、並走させていくっていうのが非常に重要になってきます。で、その効果がもろに出たのがこのヒーロトさんのアタックで、見てほしいと思うんですけども、これちなみに初見なんですけどね、かなりですね、レベルが高いプランニングされてて、私はびっくりしたんですが、クイーンをですね、こっから出していきます。二次方面ですね。で、
この5時方面、4時方面にあるこの投石機の中まで入れていくんですね。これスーパーウォールブレーカーがいるんで壁を簡単に開けられるということで、このプランニングがまあ成立しているところはあると思います。で、ディガホフに関しては上ですね、12時方面からガーッとこう流していく。で、真下までに下らしていって、バーバリアンキングを使ってこの9時方面をカットしていくっていう、まあこういう3層構造の攻めになっているんですけども、アーチャークイーンがですね、この投石機のところで怒っちゃうんですね。やられちゃうんですよね。で、そこからのヒーラーのスイッチちょっと注目してみてもらえたらというふうに思います。さて、前段ちょっと長くなりましたけども、さあ、攻めの方を細かく見ていきましょう。今この援軍処理も見事ですね。しっかりポイズンの呪文。相手がラバーハウンドの援軍だったんで、ラバー本体ではなくパピーを倒すためにポイズンを使うっていう、このタイミングも非常に重要なんで、そこをきっちりこの緊張する場面でやってるのはさすがですね。で、これ相手のロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンが当たるタイミングで使う呪文何かなって見てたんですけども、これフリーズなんですね。呪文1枠で使えるフリーズ突破できちゃうんで、2枠使うレイジを温存するというね、初見でこういうところまでちゃんと組み立てられるの本当にすごいなと思いますね。やっぱその辺が、この日本のトップで、のクランリーグで、こう連勝を続けるね、まあクランの初見アタッカーの力なのかなっていう感じですね。初見だったらまあ真似するのは比較的簡単なんですけどね。で、壁に穴が開いて、この投石機のところでクイヒーが入っていきますね。投石機のダメージもしっかりクイーンから外れずに、ヒーラーを打たないような形になってますね。ただこう非常にダメージが集中するんで、クロークを発動して、なんとかこの投石機を折っていくというところになります。さあ、上方面ちょっと見ていくとですね、相手のギガインフェルドにしっかりとディガホフが刺さってますね。で、飛ぶタイミングも非常にお見事で、中央インフェルノタワーだったリーグル4、相手のアーチャークイーンも近くにいるので、一気にここはレイジプラスヒールで押していきます。で、ここ結構ユニットが残っているので、なんとかそれがですね、最後までいってほしいなと思って見てたんですが、やられちゃったクイーンのヒーラーがこれですね、しっかりとこのディガホフに合流するんですね。こうなることによって相手のアーチャークイーンだったり、あとはクロスボウ3機残っているこの超高火力ゾーン、ヒールの呪文がもうないんですけども、かなりですね、ユニットを残して全開まで持っていけちゃうんですね。これもしもですね、アイチャークイーンが完全に独走しちゃっていて、ディガホフと合流できないようなポイントに行っちゃった場合には、ヒーラーが多分全部やられて、このディガホフたちも最後まで伸びきれなかったと思います。このクイヒディガホフする場合って、まあ、2つポイントがあるかなと思うんですけど、1つはクイヒがもう単独で最後まで生き残るルートを作るか、ないしはちょっと火力が高いなっていうところにクイヒが突っ込んでいく場合には、なるべく近くをディガホフにこう並走させて、アーチャークイーンがやられた瞬間にそのヒーラーたちがディガホフにこうスイッチする、この形を作れないと、ヒーラー、5体って枠数で言ったら、70枠かですよね。ものすごい大きな枠数になるんで、これが、大した仕事もせずに全部、アーチャークイーンと同時にやられてしまっては、もう攻めが破綻しちゃうんですよね。で、そうならないように今言ったような3層構造、アーチャークイーンのクイヒーパーと、まあ、今回のアタックで言えば、ここですよね、クイヒーパーと、ディガホグパーとですね、中央ディガホグパーと、で、こっち、富士方面はキングパートということで、しっかりですね、ユニットがそれぞれつかず離れずの並走状態がなるように、攻めを組み立てていく。で、そうするためにですね、下手に、まあ、最後アーチャークイーンがね、火力高いところに入ってきましたけども、そっちに意識を配りすぎてディガホのタイミングを遅らせちゃったりするよりは、多少早めにもディガホにもう集中しちゃって、最後クイーンがやられてもですね、そのヒーラーがちゃんとディガホにスイッチできる距離までディガホを進めておく。まあ、そういうですね、プランニングっていうのがやっぱり、うまい方だとしっかりできてるなっていうのがこの動画からわかりますし、まあ、目指すべきクイヒディガホってそういう形なのかなっていう風な気がしますね。はい。というところでですね、2つかなりレベルが高い攻めを見てもらいましたが、最後ですね、ディガホグの基本にまあ忠実なアタックだと思います。それをちょっと見てもらって終わりにしたいと思うんですが、これですね、ファルコンさんが攻めてくれたアタックです。ちょっとね、これミスっちゃっていて、初見と秘書見で攻めの食い火の動きが変わっちゃったっていう、まあ痛手はあったんですけども、ですね、本当はファルコンさん、ここをですね、しっかりとシングルインフェルノのところ、あとちょっとこれあれですね、一回戻しましょうか。戻して、プランニングをちょっと話をしたいなと思うので、ちょっとお付き合いください。これをですね、ちょっと、めちゃすごい、なんていうのかな、難しい話というよりは、クイティアをここまで聞いて使ってみたいよって思った方向けの、解説にしたいと思います。この3本目はですね。どんなプランニングかっていうと、こういう島型に特に刺さるんですね。さっきの1本目もそうでしたけども、こう壁が隙間がこう空いてるような、こういうところ空いてるような、配置にすごくですね、このクイヒディガホグ刺さります。で、どうやっていくかっていうと、クイヒをこの、隙間にこう入れて通していくんですね。
で、こっち側、上方面をキングでカットしていって、ディガホグたちをその間からですね、こう、回していく。まあ、こういうサンドイッチ構造を作っていくというような格好になりますね。で、そのために邪魔なのがこのシングルインフェルノですよね。で、これをどうするかっていうと、ここに突撃艦をこう当てていっちゃうんですね。当てていって突撃艦イエティでこのシングルインフェルノを潰していくという格好になります。そうすると、サイドカットもね、こちら方面、8時方面かな。7時方面できてくるので、クイーンがしっかりと、このギガインフェルノ方面、相手のアシャクイーン方面に向かっていくっていうところですね。タイミングよくディガホグを合わせれば、まあ、クイーンはこっちに歩いていって、ディガホグたちは、面で、ギガインフェルノ方面に行くと、あとはバーバリアンキングでしっかりと上方面をカットするって、まあ、そんな順番のユニットの出し方になってきます。初見でですね、これゲスキングさんっていう方がですね、こういうアタックをしていて、99% で惜しくも取れなかったんですね。その時間切れのところを修正したのがこのファルコンさんのアタックになります。で、これですね、しっかりとここでドンと、突撃艦を落としてイエティたちを壁の中で暴れさせますね。レイジをかけた理由っていうのは、どうせここでね、イエティたちを放出するんだったら、周辺のこのクロスボウとかまで全部落としてほしかったってことなんですね。ワンチャン多分この投石機も狙ったと思うんですけども、そこまでギリ伸びなかったのはまあちょっと残念でしたが、まあ十分な仕事ですね。アーチャークイーン食い火の形でしっかりと、こんな感じ。相手のアーチャークイーン方面ですね、向かっていきます。バーバリアンキングがこれ中入っちゃったんですね。多分これ本当はこっちの壁際の方を進ませていきたかったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとこれはおそらくプラン外だったというふうに、まあ推測ですけどね、思います。投石機まで壊していったんですが、なんとこれですね、ちょっとミスだと思いますね。残念ながら、この壁の中に入っていかなくって、ロイヤルチャンピオンの台座に引きずられちゃったんですね。おそらくちょっと何かしらプランにミスがあって、ちょっと少し食べ過ぎちゃったんだと思います。このディガホグパートもですね。ただまあまあ、こうなってもですね、このサンドイッチ構造が出来上がるので、なんとかこれが持つんですね。後ろからホグライダーちょっと遅めに出していきます。まあこれは、ギャインフェルノが起動しないタイミングで、ホグライダーを出しちゃうと、ホグだけが先行しちゃうので、しっかりギャインフェルノを起動させて、そこにホグが、滞留するタイミングで出すと。まあ、ここも本当にうまいなという。これもうまいな。なかなかこれ、ベーシックだと言いながら結構レベル高いテーマになっちゃってますね。まあ、ただですね、まあ、こんな格好です。この隙間をうまく利用するんですね。この隙間に何も防衛施設がないので、ディガホグたちがダメージ受けるのって、この自分たちが進行するその、なんていうのかな、これから向かっていく方面からしかダメージ受けてないんですね。横打ちっていうんですけど、こういう今、クロスボウがガンガン打ってきてますけど、こういうような横からダメージ打ってくる施設があんまないわけですよ。なんでかっていうと、上方面を、これ、ロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンでこれ削ってるからなんですね。削ってるおかげで、しっかりとですね、ディガオフたちが上からダメージ受けないようになっていて、正面からダメージを受けるだけの状態にしていると。で、今、アーチャークイーンからロイヤルチャンピオンにこういう風にですね、おっとすいません。これ、ヒーラーがスイッチしてますよね。で、こういう風なスイッチもさっきのミデカオクザンの1本目と同じように重要で、アーチャークイーンの体力がもう完全に回復しちゃってるんで、このままアーチャークイーン回復してもヒーラーの仕事無駄になっちゃいますから、今みたいにディガホグパートとこう並走させることによって多少ですね、ディガホグ、食い火のルートが逸れてしまっても、そのヒーラーたちがディガホグにこう移ってくれて、で、そのままですね、ディガーたちの回復をしてくれて全カメで持ってきちゃうと。まあ、いう格好が作れるわけですね。まあ、非常に、綺麗なアタックになってるかなという気はするんですが、まあ、でもギリギリか。やっぱですね、ちょっとファルコンさん多分、クイヒーの、入り方が少しですね、予定外だったんで多分こうなっちゃったと思うんですけども、まあまあ、こういうリカバリーもできるよということを踏まえた上で、本当はどういうアタックをしたかったっていうのをね、これちょっと見てもらえたらと思います。これですね。ちょっとですね、なんでこのゲスキングさんミスっちゃったかっていうと、最初の突撃艦のイエティパートでこのシングルインフェルノ折れなかったんですね。まあそこがちょっとですね、ミスにつながったポイントだったんですけども、まあ、ちょっとここは早送りしていって、そう、ここなんですよね。近かったんでいけんだろうと思って、おそらく、バルーンで、黒爆弾、ホーミングの解除せずに、突撃艦イエティって出しちゃったもんだから、到達する前に落とされちゃったというところですね。まあ、そこをだからさっきの、ファルコンさんは修正したんですけども、そのために、このシングルインフェルノが落とせなくて、ちょっとですね、リカバリーのために、これ確かヘイストバルーンかなを使っていってると思います。ちょっとまあ、その辺のリカバリーもまあ、よく見ながら。あとは、今回のゲスキングさんはかなり理想的なクイーヒールートを、歩かせていってるんで、まあ、そこも注目してみてもらえたらというふうに思いますね。アーチャークイーンスタートして、
インフィルムタワー手前の施設を殴っていきますね。こうすることによってこれからバルーンヘイストでこれをサポートしていくんですが、こんな形でですね、バルーンヘイストのサポートをするときにバルーンがしっかりとシングルインフェルノに直行するような形を作ってますね。これが本当にうまい。しっかりとシングルインフェルノを壊して、相手のバーバリアンキングは上方面に歩いていくと。で、アーチャークイーンはクロークを発動しながらもこの壁の隙間に入っていってますね。非常にお見事。で、防衛軍をアーチャークイーンがこう対峙している。本当はですね、この食い火地獄する場合には、防衛軍はアーチャークイーンの食い火で処理するのが基本です。で、さらにですね、これ、食い火パートと並走するようにディガホ軍がこう出てきて、ここで、アーチャークイーンとディガホ軍のこのサンドイッチコートが出来上がるという形になってますね。ちょっとこれ、バーバリアンキングが多分壁殴っちゃったせいで、そっか、上行けなかったんですね。多分本当は上方面にこう流していくはずだったんだと思うんですが、壁殴って時間食ってるしにこうなっちゃったってとこでしょうね。で、アーチャークイーンただですね、ここかなり際どいんですが生き残ってダメージをこれクロスボウから取ってくれてますよね。そうすることによってディガホクパートにダメージが入んないっていうね、いう効果も出ています。で、上側はロイヤルチャンピオンでこうカットをしていきながら、中央はディガホグ。で、アーチャークイーンがまあ下方面というサンドイッチ構造で、今アーチャークイーンやられましたけども、さっき言ったように、このサンドイッチ構造ができているんで、アーチャークイーンについてたヒーラーがすぐにですね、このディガーたちにスイッチしてますよね。こうなるおかげで、まあ、99% で終わっちゃうんですが、ディガーたちは最後までこう残ることができるんですね。いや、これがですね、やっぱ本当に食い地獄をする場合には超重要なポイントになってくるんで、まあ、これ見てもやっぱりですね、いかにそのディガーホグパートとクイーンパート、クイヒーパートの距離を近づけて運用することが大切かがわかりますよね。クイーンがここで怒ってるにもかかわらず、ヒーラーがまだこんだけ3体か2体かな、3体か残ってディガーたちを回復最後までし続けるというね、こういう絵を作れるようなそのディガーとディガーホグとクイヒーの距離関係、そこをやっぱりどう作るかっていうのが、まあ、このクイヒーディガーホグのポイントになるかなと思います。まあ一番オーソドックスなのは突撃艦イエティで、まあ、こういうですね、島型になっているある石区画をこういうふうに落としちゃってですね、突撃艦イエティで落としちゃって、で、残ったですね、まあこういうくの字型みたいな格好のゾーンっていうのを、クイーンと、ディガホグと、あとはキングでこう、それぞれ突っ込ましていくという格好ですね。まあこういうふうな戦術の組み立てができるなって思った配置には、このクイヒーディガホグっていう戦術めちゃくちゃね、効果的なので、ぜひね、試して使ってみてもらったらいいかなというふうに思います。まあ仮にね、多少、クイーンが火力集中して怒ってしまっても、この形ができてさえいれば、しっかりヒーラーがディガホグにこうスイッチしていくので、ワンチャン最後まで全開伸びきるっていうね、期待が持てるということを踏まえてですね、あまりこのクイーンを、遠くに歩かせない。だからクイーンをですね、今回壁の中に入れて、こんなところにこう入れさせちゃったりなんかすると、ディガホグたちと、距離がこう空きすぎますよね、こういう風に空きすぎるんで、もしも落とされた場合に、ヒーラーたちが全部、ディガホグに着く前にやられちゃったりしますんでね、なるべくクイヒーとディガホグの距離感っていうのは近くにする、そういうようなアタックができるかどうかっていうのが、まあこのクイヒーディガホグを使う上での一つポイントかなということを覚えておいてもらえたら、まあ基本的にはいいかなというふうに思います。はい、ではですね、本日ちょっとですね長くなりましたが、動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、TH コンプリーターさんにもの腕磨きたいという方はですね、気軽に多分入隊してもらっていいと思いますんで、門叩いてもらったらなというふうに思いますし、私のね、関西クラクラクラブにもぜひよろしければお越しいただければ嬉しいなというふうに思います。結構ね、今タウンホール12、13メンバー募集してますんでね、お待ちしております。はい、というところでまた、では次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。